Оливер никак не может перестать играть в солдатиков, Игорь. Для него важна лишь война и военные трофеи. А что же ты, любимый? Какая у тебя миссия? Нар плевать на все и на всех. Смерти для них просто статистика в отчетах для этих корпоративных чудовищ. А чудовища не дадут уничтожить себя так просто. はい、コパチ。コパチってもしかして結構久々に来る？F ゲーに、ん？これなんだ？ああ、カスタムアイコンか。まあ、F ゲーにがいるならついでにアウトして、そんなところか。まあ、もう、医療品とか食料とか安定して回収できるようになったし、敵もサーチできれば武器も強力だし、もうサクサクとゲームが進んでいきそうな気しかしてない。今後さらなる勢力とかが現れてきたら別だけど、まあ、精神状態もいいね。ただ、ヘビーアーマー的な敵が出てきたから、結局そいつはもう銃殺するしかないんだよね、今のところは。一般兵士2人か。もうやっちゃおっと。あ、いや、3人だ。一番奥やってみるか。ちょ、近すぎて映らん。映った。はい。これドラムマガジンつけてる意味ないかもな、あんまり。というか日数が経過したせいなのかな。前までだいたい兵士って2人行動だったけど3人になってた。偶然かな。スキルアップ、そう、あと仲間1人、もう1人増やせるらしいんだけど、仲間どこで出会えるやつなのか分かんないな。仲間になりそうなやつとも多分会ってないだろうし、恩師は殺しちゃったし。でまた原発が爆発することがあるならば、あの恩師をもう最初の接触した段階で殺しておくっていう選択に切り替えることもできるんだろうけど、どうなんだろうな、正解が分かんないからさ、どの選択肢が正しいとか、全ての仲間に好感度が得られるような選択肢は多分存在しないから、そこの兼ね合いをどうしていくかだ。で、あの方向音痴すぎてエフゲニーの方に行きたいのに結局目的地の方に来ちゃった。いいや、先こっち回収散策しちゃおう。もう道も外れちゃってんだけど、登れ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 、よし。あ、墜落ヘリ、上のマークがついてんだ。オリヴェル、я на крыше. Вижу сигнальный огонь. Я полагаю, красный? Да. Похоже, зона выгрузки. Это наша цель. Теперь твой выход. Удачи. Так точно, Оливер. Эх, Антон был отличным парнем.Так что надо нам постараться. Ради него. Будь осторожней. Лишний раз не высовывайся. Не дай Нар себя обнаружить. И не набирай больше, чем сможешь унести. やべえ、これどんな任務だったっけ？こういう任務だったっけ？
輸送中の兵器。これをまあ分取れるだけ分取りゃいいのね。この辺もある程度回収はして、今ここの上に立ってはいいけど何も見えんかったぞ、眩しくて。それなら一旦エフゲニーに挨拶にでもしてから行こうか。敵いるかな。まあ、多分こっちの方にはまだいると思うんだけど、映んないな。あ、映った。あ、映ったってかエフゲニーか、あれ。はい、例のごとくやかましいラジオと共に。キノコ回収 C の、話す。前と同じだ。はい、まあせっかくだし。今回はどんなアイテムが入ってるかな。え、しょぼいこれだけか、今回は。時々ね、いいアイテムがたくさん入ってることもあるんだけどね。あー、敵避けるか。うーん、じゃあ輸送中の兵器があるってことは、多分敵の兵士もそれなりに展開してると思うんだよな。全員やっちゃえば根こそぎ敵のアイテムをいただけちゃうのではっていう考えになっちゃうんだけど、どうしても。とりあえず近づいて様子を見てみるか。近いな。あ、赤い煙。あ、兵士いる。バレんの良くないのかな。どうなんだろう、わからねえ。わからねえときは全員やっちゃえばいいと思うんだけど。4人か、映ってるだけ。やっちゃおうっと。これ当たるかな。あ、OK。 バレない程度に片付けていこう。これ汚染されてんのかな、大丈夫かな。あ、大丈夫だな。あ、違う。結構密集され、あーららら、あらら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 、あらららら。こいつステルスいけるだろ。あ、無理かもしんない。バレる。やばい。大丈夫か。あ、バレんかった。あ、バレんかったけど、こっち来る？来ない、天才。あと何人いる？二人？やっちゃうかも。ステルスっちゃうか。あ、天気悪くなってきたか。ふっ、こっち振り向いちゃったよ。
以上かな。じゃあじゃあじゃあ、なんかこんなねテントなんてたくさん広げちゃって、っていうかマップだともう、あ、エリア外ってわけでもないのか。エリアの端っこ一体何があるんです？この中か。オリガル、вижу ящики. Выглядит многообещающе. Отлично. Знаю, забраться туда было непросто. Но ты давай не жадничай. Помни, не высовываться. Да не слушай ты этого солдафона! Нахрена осторожничать? Помни, что я тебе говорил, Игорь. Действуй профессионально. Игорь, если ты оставишь им оружие, они тебе из него задницу свинцом нафаршируют. Подорви там все к чертям собачьим. ぶっちゃけオリビエ好感度もそこそこあるしな。メンバーの好感度を均等に保つのであれば爆破するを選ぶ。 NAR に武器が渡らない方がいい気がしなくもない。別に目立ったところで敵全員倒すし爆破しちゃおう。Я все же рискну. Не так часто выпадает возможность по-настоящему им навредить.地方かな。退避。まだあんのか。ちょっと天気が悪くなってきたのが気がかりだけど、まあもう国威のストーカーの素性は分かってるし、何回現れてきようがショットガンで微笑のほいだ。ああ、敵いるのか。敵だけどそっちの敵か。はい、まだいる。いけ。なんだ。ああ、起爆ね。そこで起爆ね。オリビエは喜ばないだろう。違うぞ、俺は別にご機嫌取りをするために任務をやってるんじゃないんだぞ。あくまで立ち穴を見つけるためにこうして空間をワープしては散策に出かけてるんだからな。じゃあ帰ろうっと。Что-то там за херню устроил, Игорь. Я думал, мы договорились. Зачем так рисковать? Слушай, я ценю твои советы и помощь, но не надо говорить со мной как с ребенком. Я сам могу принимать решения.Ясно как день, что ты плевать хотел на мои советы. Ну, поступай, как знаешь. Посмотрим, как долго ты протянешь, если будешь вести себя как герой дешевого боевика. А теперь я, с твоего позволения, пойду и послушаю их переговоры. Заодно узнаю, насколько сильно ты накосячил. だいぶ好感度下がったと思う。けど、もういい、ここから出ていくってほどではないから。Привет, Игорь.Я тут немного разведал. Впереди чисто. Но с заданием тебе... А, 調査言ってもらったけど、結局報酬というセリフは同じか。はいはい、皆さんアイテムもいい感じに収集してきてくれていて助かるわ。はい、通常オレーションで。
でだ。あ、燃えてらっしゃる。次の日ね、爆発する気がするんだよな。わからんけどね。ちょっと仲間の状態を。オリガはそもそも肯定的な出来事も否定的な出来事も今のところ起きてないけど、今発生してるあのセントラルのクエスト関連で多分良し悪しが出ると思うな。ステータス。で、オリビエは肯定的な出来事も否定的な出来事も同じ程度あるんだよ。そこのバランスを保っていこう。良くも悪くもステータスを普通で保っていこう。そうすればこの基地からいなくなることはない。基地の状態は大丈夫だね。はい。じゃあちょっとアイテム整理だ。スキルポイントまだ1しかないし、ダメだな。え、これ何なの？やっぱりバグ？こいつ永遠にリサイクルされないんだけど。ダメじゃん。これじゃ無限にアイテム増やしてるみたいじゃん。じゃあ次の日、おそらく爆発すると仮定して、アイテム一時退避用ストレージ、どっか分かりやすいところに設置するか。分からんけどね、爆発するかどうかは。一時退避用コンテナ。ちょ、チェルノブライドいつの間にか30本も持ってんだが。はい、ちょっとキノコ増やして。さあ次の日は果たして爆発するのか否か。仮に次の日爆発したら10日刻みで原発が爆発してタイムリープするんだということになるけど、タイムリープと言っていいのかな。はい、20日目。おっと、どうやった？Вопрос в том, кто ты? Надежный человек. Можно с тобой дело иметь?ああ、サシュコって、いつだかか、接触した、いつだっけあれ、タラカンの部下みたいな設定ではなかったっけ。あの、ドゥガレーダーを破壊するか、PDA を強化するかみたいな選択肢与えてきたやつだよな。どうしよう。ワンチャン仲間フラグか。じゃあ、丁寧に応じる。そうだね。ты тот парень, которого я встретил возле дуги。Зови меня Сашко. Мы можем помочь друг другу. Вырос в джунглях? Ну, конечно. Именно. В московских бетонных джунглях. Короче, мы оба кое-кого ищем. Думаю, стоит объединить усилия. Плюс меня тоже бесят эти дроиды из НАР, с которыми ты воюешь. Путаются у меня под ногами. Сашко から仲間になりたがってくるのか。何が目的だ？ Откуда ты знаешь, что я кого-то ищу? Да ладно, тоже мне тайна. У тебя на лбу написано. Музыкальная шкатулка. А еще мне тот чокнутый старикан кое-что тебе рассказывал, когда мы занимались радаром дуга. Предположим, ты меня заинтересовал. Что дальше? Встретимся часа через два. Побазарим. Я буду на крыше кафе Припять в порту. Не опаздывай.あ、カフェプリピャチならこの前行ったな。まあ、なんならね、タラカンだって怪しいけど仲間にしたからね。まあ、増えるに越したことはないわ。ちょっとスキルポイントが不足してるんだけどね。大丈夫かな？爆発しないかな？会話は普通だね。爆発するかな？あ、しない？しないんだ。じゃあ、どういう周期で爆発してんのかわかんないな。どっかで
あからさまに間違った選択をしたら爆発するとかなのかな。あからさまな選択ミスといえばね、いや、あからさまだったかわかんないけど、あの、夫ね、あの、オリガーの夫を殺しちゃうっていう選択をしたけどさ。じゃ、ちょっと装備戻そう。じゃあこれでもしもサシコが仲間になればメンバーはコンプリート。調査があと2件、道具があと4つ。はい、まあ全部集めてから発電所に行くのがベストでしょうな。うん、そうだよね。タラカンのために働いていた男がまあ突然私の力になりたがっている。なんでだろうな。まああとはまた均等に振り分けるか。てかオリビエよく 60% だけど怪我もせずに帰ってきたな。一人ぐらい休ませとくか。ミハエル基地にいてもらおう。よし、行こう。